帰る。ちょっとお母さんに電話しろ。地震帰れって言え。無料診断の電話をブラックリストに影響が出ないように手続きしてもらい、せっかく借金がなくなった上100万円を超える現金が振り込まれました。このようにフェデレペンテ、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 
たかな、収まったんですかね。中大丈夫あれ。一般道路の状況です。八尾平方線は事故の調べのため両方向とも通行だと思います。大阪府で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、福井県、三重県、奈良県。Oh, look.